それでは次に進みますと、数世紀後、ガレンもこれ確かドイツの哲学者ですね、はい、ガレンはこのタイプをコレリックと名付けたと。コレリックという言葉は当時特定の方法で行動する傾向を決定すると考えられていた4つの体液、または体液のうちの1つである黄炭獣質をギリシャ語で表すものだと。コレリックの気質の人々は炭獣が多いとされごめんなさい、つまり簡単に怒り不快を示すのが早いため、はい、彼らの感情を保留にすることができませんと。ガレンは気質の負の側面により関心を持っており、短気なコレリックは無口なフレグマティック、楽観的なサンギニウス、悲観的なメランコリックとは異なるが、それほど悪いとみなされていませんでしたと。ルネサンス時代にはウィーンの医師パラケルススがアイデアリストの導くの精神として妊婦と呼んだと。これらの高尚なしばしば見えない存在は自然の異なる領域、森林、山、湖、川、海を見守り、予知と啓示の力を持っていると考えられています。したがって水の妊婦またはナイヤードは彼らの小川と流れから飲む人々に深い洞察を提供し、木の妊婦は夜ウグイスへの王都で、ケーツが詩で触発されたように偉大な詩を鼓舞することができる。妊婦はまた情熱的に他人に捧げられ、彼らの恋愛関係は心の事柄ですと。コペンハーゲンの港にいる小さな人魚は彼女が失われた船乗りを永遠に待ち続けることから不滅の愛の象徴ですと、うん、なんかまあ NF ですかねこうなってくると、はい、なんで NF の人はこれを見てどう感じたかですね、うん、無口なフレグマティックは NT だと、はい、短気なコレリック、無口なフレグマティックは NT、 楽観的なサンギニウスが多分 SP, SP で、悲観的なメランコリックは SJ, SJ アディケスはこれらのアイデアリストをドグマティクスと呼んだと。彼らはアグノスティックと同様に自律的な存在であり、したがって自己に焦点を当てていますが、ドグマティクスにおける自律性は彼らが重要な社会問題と考えるものに対する確信の形をとりますと。言い換えればドグマティクスは人類にとってその莫大な価値を確信しているある人道的な教義を採用し、執着的にそれに固執します。したがってドグマとアディケスが言った時、彼は偏見や器量さ、心の狭さを意味していたわけではありません。むしろ彼は理想的な生き方への献身を意味し、他の人々のその生き方に参加させる意向を持っていましたと。ドグマ、教義、博士は同じルート、教えるまたは受け入れる原因を持っていることに注意してくださいと。したがって医者またはドグマティストは他者の利益のためにそれを強く受け入れ提供するものですと。シュプレンガーはアイデアリストを宗教的なタイプと考え、個人の倫理規範、道徳的な方向性の枠組みを持つという意味での宗教的ですと。したがってシュプレンガーにとって宗教とは信念、原則、熱心な献身で追求される活動であり、崇拝の対象ではないというものでした。宗教的なタイプは生活の意味と自己の意味を求め、自分たちが無意味であるとは信じず、生活が無意味であるとは思いません。したがってシュプレンガーの観点からはアイデアリストはアイデンティティを追求する人格をそう呼んでいますと。クレッチマーはキャラクターの暗い側面を注意深く見つめた最初の人物で、アイデアリストをなんか馬鹿にされてるな
ハイパーエステティックと名付けましたと、はい、これはおおよその意味で過敏と訳すことができますと、はい、このようにして彼はガレンやパラケルススと共鳴し、アイデアリストは感情的だけでなく情熱的であるとみなしたと。しかしクレッチマーはさらに多くのことを言っており、つまりアイデアリストの一部に起こる非合理的な行動は選択的な問題でなく気質の問題であるということですと。アイデアリストが困難な状況から自己や他者との関係者を遠ざけることを余儀なくされた場合、それは彼らを圧倒し意思を麻痺させる否定的な感情に困っているかのように行動しますと、うん、クレッチマーと同様にフロムもキャラクターの肯定的な側面だけでなく否定的な特徴も調べましたと。彼がアイデアリストを受容的、受け入れる人、まあ、受容的と表現した際、彼は物品やサービスを受動的に受け取ることを悪いことと考えました。しかし彼はまたこのタイプをその応答性や他の望ましい特性に対して称賛し、彼らを受け入れる、適応力がある、調整されている、魅力的、献身的、理想主義的、謙虚、楽観的、礼儀正しい、反応が良い、感傷的、優しいと表現した。マイヤーズにおけるアイデアリストの性格研究は、彼女自身がアイデアリストでありって書いてあるので、マイヤーズが、マイヤーズって INTP って書いてたような気がするんですけど、違ったのかな、まあ、カーシー的にはってことじゃないですか。 NF だと思ってる、同じ INTP 同士だったってなんか訳で読んだような気がするんですけど、わかんないですけど、ちょっとわかんないです、ごめんなさい。でもここには、うん、彼女自身がアイデアリストであり、したがってほとんどの人よりも彼らを理解し彼らを心から称賛していたからでしょうと。前述のように彼女は彼らをインチュイティブフィーリングタイプ NF タイプと名付け、彼らを創造的、熱心、人道的、想像力豊か、洞察力がある、宗教的、主観的、共感的と表現した。先行研究者の貢献について明示的には言及していないようですが、マイヤーズ自身はプラトンのアイデアリストを特徴づけるより顕著な特性を識別できたことは明らかですと。あ、あやさんがマイヤーズは INFP だと、うん、なるほど。というのを読みますと、はい、なんかわーって感傷的なんですね。まあそんな感じはします、ね、NF タイプの人って、はいはい、で短期なんですね、はい、まあ、感情が動くんじゃないですか。カッチーンとくるんですねはい、でそれは止められないと、はい、気質だと。だからまあ僕もぶつけられるんですよねNF のところでちょっとふざけたことを言うと、はい、なんだこいつはって、はい、なんかそんな文面をいただくんですけど、はい、同じタイプと踏んでるんですね。それをその、まあ、その論理的なって感じじゃないですもんね。不快だみたいな。不快だですね、はいはい、このハゲ不快みたいなことがストレートにきますね。INTJ とかだとなんか長文が来るじゃないですかちゃんと説明されたものが来ますちゃんと説明されてなんかそれは間違ってます的なのがバーって来るじゃないですか、はい、NF のところだと不快だみたいなのが2行ですね、はい、多くて2行です、はいはい、抽象的な協力者という項目があります、はい、プラトンのアイデアリストについてのこれらの異なる見解は、それらが何と呼ばれていようと共通の点を持っています。それはすべてこの気質がコミュニケーションで抽象的であり、目標を実現するために協力的であることを意味しています。したがってアイデアリストの特性を研究し始める際に、我々は彼らの性格の基礎を気質のマトリックスで見てみて、この方向を確認しましょうと。アイデアリストの気質の基礎は抽象的な言葉の使用と協力的なツールの使用というユニークの組み合わせであり、したがって彼らは抽象的な協力者と呼ばれることがあると。で、言葉遣いとしては、
抽象的な言葉は観察することはできないが想像することができることを指し、具体的な言葉は観察できるものを指します。アイデアリストは彼らが観察することができないものについてはほとんど話しません。靴や船やキャベツや王様について話すのではなく、心の目でしか見ることができないものについて話します。愛、憎しみ、はい、天国と地獄、悲劇と喜劇、心と魂、物語と伝説などなど、うん、アイデアリストの詩人エミリー・ディキソンは歓喜は内陸の魂の海への行進であり、家々、岬を過ぎて深い永遠へと書きました。そしてこのような詩的な方法で感情、歓喜という言葉を使うのは NF だけがあえて行うことであり、永遠などの非常に抽象的なものへの旅の測定をするのも同様ですと。もちろん私たち全員が目の前のことを観察し想像することができます。しかしこれは両方を平等に行うことを意味するものではないと。私たちは非常に早い時期から観察、想像、どちらかの論点を他よりも多く行使し始め、それを生涯にわたって続けるんだと。アイデアリストはこの想像の方を選択します。はい、大丈夫、どうですか、この抽象的な言葉の言葉遣いだよ、はい、で抽象的な言葉っていうのは、はいはい、観察することはできないが想像することができる言葉、はい、できるものを指す、はい、具体的な言葉っていうのは観察ができるものを指す、はい、私はやっぱり S の方、そう考えると、うん、まあ分かんないですけどね、僕は分かんない、どっちかは分かんないですけど、二等兵は N の方じゃないかなと思います。抽象的なことをよく言う感じはします。興味はそっちに深い気はしますね、はい、でそれってどういうことですかみたいなことを僕は聞いてる気がするので、そうですね、はい、そんな気がします、はいはい、でアイデアリストは自然と機能的な思考と話し方をしますと。つまり部分から全体へ、少数な具体例から包括的な一般化へ、あ、はいはい、何らかの最小の兆候からその全体へ、はい、素早く移ります、はい、見えない可能性、はい、見えない未来に焦点を当てることから、アイデアリストは物事のヒント、単なる提案、示唆、ほのめかし、象徴に対して非常に敏感ですと、うん、確かにこのような機能的な推論は通常直感的な飛躍と呼ばれ、特に心の読み取りや超感覚知覚の場合、他の人々には驚きをもたらすことがあります、はい、少なくともアイデアリストは全てのタイプの中で行間を読むのに最適であり、人々に関して第六感を持っていることがあり、自分の直感に従い人々が本当に何に取り組んでいるのか、または何を本当に意味しているのかをただ知っていると主張します。複雑な問題でさえ NF は説明の最初の言葉を聞くだけでその主題を完全に理解したと感じる必要があり、詳細から大きな意味へと飛び移ります。ウィリアム・ブレイクがオウ・ギュリー・オブ・イノセンスですかね、で想像したように砂の中の世界を見、野の花の中に天国を見、手のひらで無限を保ち、1時間で永遠を保つことができる時、彼は確かにアイデアリストの機能的なスタイルを表現していましたと。っていうのを見ると、はい、そんな NF な気はします。そうですね、なんかポッとなんか出てきた言葉をパッと使って、はい、もうこれ全部愛のことじゃんみたいななったりするじゃないですか。なりますね、はい、それってどういうことっていつも確認してる気がするんですよね。そうですね、はい、ただこれ一つユングをここで出すと、はい、なんかすごい、なんかすごい神秘的なこと書いてあるじゃないですか、うん、予知するみたいな、みんなできますからね、これ、まあ、それを 50% ですから、それを多分重視するか重視しないかだと思うんですよね、ユング的にいくと、ユング的にいくと、はいはい、直感を多分 S の人はもう信じない
こうなるだろうって思うけど、エビデンスがないものは信じないみたいな感じじゃないですか。はい、はい、あ、今簡単に入って言いましたけど、はい、違ってたらごめんなさい、理解が違うかもしれないです、はいはい、で N の人はこうに違いないって思うんじゃないですか。 NF の人は感じるんですよね、うん、